さあ時刻は7時を回りました FM 小沢おきの皆様いかがお過ごしでしょうか本日もこの夜7時から8時まで生放送で FM 小沢のスタジオからお届けしてまいりますわらびんちゃ応援ラジオ PTA パーっと楽しく IA なのお時間がやってまいりましたお相手は私中野町小学校 PTA6 年生になりましたね、えー、宮島真一と FM 小山の池気代めぐみですはい今日もめぐちゃんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ2月に突入いたしましたしましたね早いですね早いですねもう2月は逃げると言いますからねもっと早くなりますよそうだよね28日しかないから逃げる <laughs> ようにねうです終わっていきますしねはいさあもうまあ2学期制で言うとまあもう後半の後半でそうですよね今、まあ、学校によっては3学期制のところまでいくつかあると思いますけどもあると思います、まあ、いずれにせよ卒業が近づいていくこのシ なかなかみんなもね今日もゲストで来てくれてる子どもたちもいろいろこう思う 思うことがね、はい、あるんじゃないかなという季節になっておりますけどもこの番組はです、ね、沖縄市内にあります小学校中学校いくつもありますけれども毎週週替わりにこの FM コ座のスタジオに遊びに来てくださってですね、はい、学校で頑張っていることこれからのことお父さんとお母さんの話お仕事の話とかね地域の話とか、うん、いろんなことを話してもらっている自由な番組でございますけれども、はい、今日はですよ、うん 僕の母校でもあります中野町小学校が出番ということでと来ましたねしかもですね僕生まれて初めてですけどもいとこが僕の隣に今座ってい,てですねいとこなんですよ5歳離れてるんですけどもああらま僕が小学校1年生になった時彼は6年生で1年間だけ一緒だったっていうのを覚えてますね。 へえなんか不思,な、うん、不思議な感じです,ねじですよねちょっと照れくさい感じもして、ね、なかなか目を見れないんですよ <laughs> もうずっとこっち向いてますからね <laughs> <laughs> ねなかなかねまあそんなことはないんですけどねまあなかなかいろいろこう懐かしい話なんかもね今日はしながらねえねえそして今小学校頑張ってるですね今日はミニバスケットも男子も女子も来てくださってますので賑、はあ、やかいですねはいいろんな話を、ね、伺っていきたいなと思っておりますえ番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしておりますよ FM 講座イメールアドレスは761アットマーク FMKOZA.jp ですリススナーーの皆さんが持っている携帯電話パソコンンマートフォンなどから ダイレクトに E メール送ってくださいね応援メッセージなどあとは中之山小学校が母校だという方からもね、うん、ぜひメッセージくれると嬉しいな、はい、もう一度言いましょう FM 講座の E メールアドレスは761 fmkoza.jp ですそして番組はツイキャスそしてユーストリームでも生配信中でございますので世界中どこでもですねインターネットつながっているところからもアクセスしていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。ます本日のゲストは中野茂小学校です。ぜひ最後まで番組聞いてくださいね。はい ワラビンチャ応援ラジオ PTA パート楽しく IA なこの番組は沖縄市 PTA 連合会の提供で上1時間生放送でお送りしますはい大丈夫ねじゃあバンヘレンジャンプはスタンバイで OK、うん、今 CM が流れてますああ,です,、ね、す,ごいあすごいね いやいやとか全然やっていいるし、はい、うん、全然、<laughs> そうだね、うん、全然あの僕は振りますんでいやいやって言ってください。で喋る時はね、うん、大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫。画像,画,像画像はツイキャストユーストリームで配信されてます、ね。一応出てます。うん、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 そうそうそう。あの撮っていいですよこれ。 ハンドマイクにして大丈夫ですなるだけ近づいた方が声拾うのでうんこれぐらいバッチリもう思いっきりオンマイクでさあ時刻は7時4分を回っておりますお届けしているこの番組はワラビンチャー応援ラジオ PTA パート楽しくあいえいな本日のゲストは中野町小学校の皆さんですまずは大人の時間をですね取りたいなと思っております皆さんこんばんは こんばんは。んんは今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<laughs> 一人ずつ僕の隣から、まあ、ゆっくりでいいんで、えー、簡単に自己紹介をお願いします。どうぞ。はい、えー、結構昔から。はい、ここの今回のパーソナリティの宮島慎一さんと、うんはい、いとこをさせてもらっております。<laughs> 宮島裕之です。<laughs> はい、中野町長男子バスケットの、えー、監督を。 させてもらっておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてはいえっとこんばんはちょっと声が作ってますけど大丈夫ですよこんばんはこんばんはえっと中野町小学校の女子バスケットボール部のえっとコーチの監督のお友達です冗談ですどういわかりにくいはいすみません新城涼子と言いますよろしくお願いします涼子さんもよろしくお願いしますそしてもう一から はい、えー、中野町小学校女子バスケットの、えー、コーチをしてます戸口と言いますよろしくお願いしますはい戸口さんもよろしくお願いします、はい、まあ僕はねちっちゃい頃からあまあ僕はヒーローににと呼んでるんですけどもねいまだにヒーローににと呼んでますけどラジオでもヒーローににでいいですか <laughs> はいいいですよ <laughs> じゃあ自分はしんちゃんって呼んでくださいはい、はい、大丈夫ですよ <laughs> さあヒーローににのお子さんたち、えー、バスケット全員やってるっけ 全員やってますね全,全員やってるね全員やってますね,ますね高校三年生と中学三年生で今小学校六年生早いねもう一番下も六年生ですよそうですよ今年は卒業入学式が三回あります、ねうんうん、<laughs> すごいこの考えたうちもその並びだけ 三歳離れてるから、<laughs> そ,そう同じようなシチュエーションが僕にも起こるんですが、お父さん頑張らなんといけないね。そうですね。ねさあバスケットの監督ということはもちろんヒーロニーにはやってましたよね。そうですね。中学から中学高校とずっとやっておりました。<うん S 2> ねは<え>い中学高校はどこだったんでしょうか。はい中学はえ中野町あすみません山内中 <はい S 2> で高校は茶田高校。ね僕もそのまま同じ歩みをしましたけれども。 山内中学校の時悪かったでしょヒロニンの時ね山内中学校は <laughs> えでも先輩はいつも沖縄では優勝でした、うんうん、あ本当はい<ー>強かったよね確かにねか、うん、全部優勝して四本優勝記持っていてわあ 私たたち世代で全部返しましま、うん、それは僕らも引き継いで <laughs> 返しっぱなしの後輩で僕もやっておりましたけれどもまあバスケットを高校も続けてそして子どもたちにも自分の経験を生かしてこうやってバスケットを教えられるっていうところにいると楽しくてしょうがないでしょうそうですね楽しいですね,、うん、ね何かあの自分でもあできることがあるんだなというふうにう、えー、思っております。ねえ考えたたらあれでですよ中前小学校で僕もももヒーーロに育育っっててて今子供たちが通っていてしかも体育館 ね新しくなりましたねそうですよ、ね、<laughs> ただ本当去年一昨年までは、うん、あの昔からある体育館をそのまま使っていたんです。ねでもかなり頑丈だったねあの体育館ね。そうあのーうん 一番古いんだけど、うん、一番頑丈だから、うん、最後になったそうです。でそうらしいよね。<laughs> そうそう、しかもね、中野小学校のその体育館は、この近くでは本当に一番新しくできた。あの、まあ、言ったら、逆に言うと古い、一番古い建物で、えー、一緒に重宝がられてて。なんか、山本リンダもライブやったとか、なんとかね。聞きました。新聞切り抜きとか貼られてたよね。えー そうですか、うん体育館に貼られてたよいいなんかコンサートで使われたりとかこうなんかね地域の方々に使ってもらえるような施設としてもやってたそうなんですがその体育館もまあ悲しいけれどもねさよなら式がありまして、うん、今新しい体育館ですけれども環境はバッチリじゃないですか、うん、環境はバッチリですねさあコーチをしていて難しいところもいっぱいあるでしょヒロニーにそうですねいろんんな問題点はああるんですけど、うん、ただまあ まあ、父母も一丸となって、うんうん、なんていうのか、子供たちのためにという気持ちと、うんはい、で、一番大事なことは。 楽しくバスケットをさせるということを心がけております。なるほどいいですね。なんか監督らしいですね。いいですね。はい涼子さんはいかがでしょうか。もうすいません宮島さんのヒーローににのねもうあの言葉もそのままもらえますけど同じです。同じです。すいません緊張して。いやいやいや。まあこうやって子どもたちが通っているそのまあ学校で PT をしながらそのミニバスケットのサポートなんかもしてるわけなんですけれども PT の活動としても。 やってて楽しいことたくさんありますでしょはい、私はもう体動かすのが好きなので、うん、美化作業が特に好きで。なるほど。美化作業が、うん、大好きです。<laughs> 本当。はい、美化作業が大好き。<laughs> 美化作業が大好き。で、これをやっていく中で、また横のつながり、友達もたくさんできますよね。お父さん、お母さんで。そうですね。やっぱり、ね、うん、あの、学校が綺麗になると。 うん、嬉しいのもあるんですけどもうその掃除しながらまたあの知り合いがいるとまたちょっと女の人はゆんたくなのでゆんたくしながら。いいですね。さあ徳井さんはいかがでしょうか、はい、PTA 活動を通して何か得たもの、はい、PTA 活動を通して、うんまあ、ミニバスケットも含めてねそうですねであのー、私と涼子さんは本当にあに、のー、去年9月からもう急なちょっと展開でやることになったんですけど毎日が子どもたちと、うん 学びで勉強になっててもうあの子どもたちを育てながら私たちも育てられてるなという,う本当に宮島さんの言う通り楽しいのがベストということでやらせてていいいただまますすねうん、うんうん、なるほどありがとうございますこの番組は必ずあの生徒大人関係なくですね最後に将来やってみたいこと目標なんかもですね聞いてるんですけれどもじゃあ戸口さんから聞いていこうかな。 これはもう別にその仕事のことでもいいですしプライベートのことでもいいですしこれはやっときたいなとかっていうことをまあ夢をねちょっと言っていただいたらひょっとしたら現実になるかもしれないですからね世界一周旅行とかでいいですか言っちゃいましたねやっちゃうでしょうねこれねはいもうちなみにその中でも行きたい国とかってこう具体的にありますかえとねうん スペイン絞りましたね今だい絞りだスペインあのーうん、サッカーとか闘、うん、牛とかそこバスケットじゃないんだね <laughs> <laughs> でもはいあでもいいですねスペイン,、はい、ペインなるほどありがとうございます涼子さんはどうでしょうか将来やってみたいこと目標えー 私はもうお家ではだめだめ母ちゃんなので唯一中野町小学校の女子バスケットボール部の子どもたちがあの私を見るだけで笑うんですよ。なのでもう本当に子どもたちにあの一緒に笑いながらっていうかあのちょっとこうね笑う何かをちょっと一緒にできたらなと思って。 等はが、うん、あのあんまり教えきれないのでああああちょっと笑いというか楽しみながらこう子供たちと何かができたらいいかなと思ってでもそこが何かっていう名目でまあでも常に楽しく笑っていけることがやれたらいいなってことですね、はいはい、なるほどありがとうただ今のあの流れであのヒロにすげえ受けてるんですけど <laughs> な何何が何が引っかかってるのいやいや面白いです <laughs> いつも笑いを大事にするっていうのは本当練習する上でですね大事だと思いますなるほどねいやいいことですよさあそしてヒロリーに将来の今後の目標やってみたいこと自分が今やってみたいことはですね先ほども話したんですけどうち中学生も高校生もいてでこの中学高校ずっとバスケットやってるんですけどその過程の中で必要なものが出てきたり今までできてないこと例えば体作りとかですね体を大きくすることだとか。 あと筋力をどうやってアップさせるかとかそういう問題があのとてもあの知ってればもっと先にやってたのにっていうことがたくさんあってですね今ちょっともう家族にもちょっと内緒にしてたんですけどちょっとパーソナルトレーニングの。 あの講習会に出たりしてちょっと今指導を受けてるんですよははでその中で中学とか高校とかになった時にでもあのトータル的なあのそういったあの指導ができるようにちょっと将来的にはですねあの頑張っていきたいのかなと思いますね。これっていうのはもう単純にアスリートっていうわけじゃなくて人間的人的に大人になっていく時に必要なトレーニングっていう基本的なことですかねそううですね最最終的にには心のの部分ととかかかメンタルっっていうのも強かったりで最後に、うん あの信用できるという勝負の時に信用できるのはやっぱり自分の体力だとか。 体だったりでなりますので、うん、精神力も含めてね、はい、そういうところをですねしっかりと伝えていきたいと思いますなるほど素晴らしいでございますねさあこの後ですね男子女子ミニバスケット部今頑張っていること将来の目標とかですねいろいろ聞いてみたいと思いますひとまず大人チームの皆さんありがとうございましたありがとうございました貴重な時間でしたはいありがとうございまし大丈夫です大丈夫です <laughs> はいじゃあ一曲挟んで次は男子チームからね出ていただきたいと思います一曲挟みましょうバンヘル the jump お届けしたナンバーはバンヘレンでジャンプでした時刻は7時17分を回っておりますお届けしているこの番組はワラビンチャオウエンラジオ PTA パート楽しく IA なの時間です本日のゲストは中野町小学校のしかもミニバスケット部の皆さんでございます先ほどの大人メンバーからメンバーチェンジして男子チームに今スタジオに入ってもらいました皆さんこんばんはこんばんはせいあげへんこんばんは こんばんははい今日はよろしくお願いしますまずは僕の隣から一人ずつ先ほど言ったように簡単に自己紹介をお願いしますどうぞ中野町小学校六年の向井信文です向井信文君よろしくお願いします握手そして <laughs> 中野町小学校マイクに喋ってマイクに中野町小学校五年稲福、うん、高級よかった名前覚えてたよかった <laughs> はい隣 中野町小学校6年、宮島の之きです。はい、の之きもよろしくね。そして中野町小学校5年、玉木夏樹です。夏樹もよろしく、そして中野町小学校5年、山内海斗です。山内海斗もよろしくね。そして中野町小学校6年、西一郎です。はい、ゆういくんもよろしくね。そしてまだまだ続くはい中野町小学校6年、比嘉牧人です。牧人くんもよろしく、そして 中野町小学校あ五年生の金城春です、うん。オッケー春くんもよろしく五年生。そしてもう一人中野町小学校六年日がゆじです。はいゆうじくんもよろしくお願いします。じゃあ一人ずつちょっとずつね話して聞いてみたいと思います。まずはじゃあノブフミくんはい、はい、元気はいおマイクで喋ってよラジオだからこれはいノブフミくん今六年生ということなんですけれども今学校で頑張ってるのはもちろんちとバスケットボールです。バスケットだけ 勉強もです。本当？はい。おやじゃあ勉強の中で一番得意な科目は何？社会です。おお社会。最近も授業あったと思うけど、最近社会で習ったことどんなこと？おやおや？おやおや？政治の仕組み？<laughs> 本当すごいな。バスケットもお勉強も頑張ってるということなんですけれども、バスケットは何年生からやってんの？三年生からです。三年生これ何きっかけで？ ごめんなさい誰かに誘われたのそれとも自分からやってみたいと思ったの自分からやってみたいと思いましたおすごいですね入ってみてどうですか今楽しいですいいですねそんな信ブフ君なんですけれども今日ほらコーチいるじゃない監督か、はい、いや監督宮島裕之さんはどんな監督ですか とても優しい監督です睨まれてるん、ね、よ <laughs> とても優しい監督 <laughs> ありがとうございますさあのぼびくんもう一つだけ質問させて今6年生だよね、はい、この6年間きっとあっという間だったと思うんだけど実際どうだったあっという間だったあっという間でしたねえこの6年間の中であと1、2ヶ月までありますけれども一緒に残ってる思い出ってなんだろうこの6年間で でもいいよ、パッて今頭に浮かんで小学校の思い出これだって6年間だからね何でもいいよ印象に残ってることありすぎてちょっとやっちゃったこととかこれやっちゃったなこれこれ俺やっっちゃたこれ、みんなあるでしょなんかあるでしょどっかまあ簡単なことで廊下で転んだとかさ なんかさちょっとやっちゃったなこれみたいな <laughs> これはさ <laughs> あ,れありそうだねそっちね考えた <laughs> 今さノブに聞いてみ,みんなに質問するから考えといてよちゃんとね<え>はいノブどう思い出何でもいいよ楽しかったことでもいいしねないことないだろうんないことないはずなの1個だけ教えてよ <laughs> 俺俺待つよノブいつまでも待つよ俺。 うん、教えて1個だけ教えて楽しかったことだ、うん、遠足でも修学旅行でもいろいろあったと思うよなんだろう修学旅行が一番楽しかったです修学旅行ねありがとう修学旅行もねいろんなとこ行ったと思いますけどそれはもう楽しかったよねはい、はい、ありがとうのぶいくんありがとうさあ続いて後期後期元気 はい、本当、はい、君いいねなんかね明るい感じがしていいですねバスケット楽しい,、はい、楽しい待って今コウキ喋ってるから、ね、ちょっと待ってよ楽しいよねバスケで、はい、あのいろいろほらポジションとかあるでしょコウキは何なのフォワードおそうなのガンガン点取ってんのガンガン取らないといけないポジションだよね そうか、今五年生ということで、六年生にこれから四月になったら上がると思うんですけれども。まあ、うん、もうすぐ卒業する六年生に後期。何かメッセージない。先輩たち、ね、<laughs> 中学に行っちゃうよ。<laughs> 中学でもバスケ頑張ってください。あ,あ、嬉しいですね。ありがとうございます。後期はバスケ以外に頑張ってること何もうバスケしか書いてないんでも、この資料に、あなた。<laughs> うん、それ以外も教えて。バスケ以外でも楽しいこと頑張ってること。えー、バスケ以外。うんうん。縄跳び。縄跳び、おお、すごいね何十跳びできるの?。最高何十跳び?。二重跳び。二重、ね、か、普通だね。うん、<laughs> ありがとう。はい、どんどん行きましょう。時間がないしね、たくさんいるしね。えー、続いては、清之助。はい、宮島清之助、学校で一番楽しいことなんですか?。うん、どうしようかな。いや、書いたりよ、こっちの資料には。<laughs> <laughs> なんて書いたあ、鬼ごっこ <laughs> <laughs> かわいいね鬼ごっこ鬼ごっこって楽しいかやっぱり楽しいお鬼ごっこもバスケットの練習と繋がってるのがあるあ足早くなってる足早くなる最高ですねそんなせいのすけ中学はもうどこ行くか決まってんのあはいもう中学どこ行くのちゅ山井中学校です山井中学校に行ってもバスケットは頑張りますあいいですねお父さんが監督してるっていうのはどどんな感じなの なんかちょっと気まずいけど、うん、<laughs> 気まずいけどうん。うん、でも集中したあんま気にならないあ,あいいですね、それを聞いてお父さんも嬉しいかと思いますよはい、ありがとうセイノスケ、じゃあ続いていきましょう続いてナツキナツキナツキ、ナツキ元気、はい、おどんくらい元気 100%, おー100元気 <laughs> ありがとうございます夏希が学校で楽しいことまあバスケはもちろんだけどバス,バスケ以外は体育体育体育以外は<い>僕の僕の手元の資料によるとな<い>あなたは休み時間って書いてるよ <laughs> 休み時間 <laughs> 休み時間何やんの夏希 <laughs> 鬼ごっこじゃないのここは 鬼ごっこ <laughs> そっかナツキありがとう。ナツキも五年生ってことは六年生先輩もうすぐ卒業六年生の先輩にメッセージをお願いします <laughs> 何があるって六年生に聞いてる六 <laughs> <laughs> 年生に送る言葉を一言お願いします <laughs>、うん、いいよナツキの言葉でいいんだよ 中一も頑張ってね 1> 中一も頑張ってねはい頑張ってくださいねありがとう続いて山内カイトはいカイト5年生ですねはい、はい、6年生になったらこれはやっときたいっていう目標ありますかバスケに関してセンターを頑張りたい、まあ今センターだねうん。<laughs> 学校まい、あ、いよいいバスケットでいいよう <laughs>、まあ、今6年生の、えー、同じポジションのセンターの選手の名前は何誰 セイノスケセイノスケから何か教わったことありますか先輩からありません <laughs> 何かいそんなことないだろう何かあるだろうありません本当に、はい、生きちゃうのね、はい、って言われてるよせいどう思う、はい、そんなことないよなこの前教えたけどな <laughs> <laughs> この前教えたけどな最高の会社ですってよ頑張ってよはい、はい、頑張ってくださいじゃあ続いてユイチロー 裕一郎は6年生か6年間あっという間だと思いますけれども楽しかった嬉しかった何かあった思いで印象に残ってる思い出一つ教えてください修学旅行です修学旅行どこ行ったの忘れました忘れたのに楽しかったの嘘だだ何かあれだろう修学旅行どこ行ったのあれだよなバナナボートだよな違うんかい 違うのね。何？いよいやユウチロに聞いてんだよ。何何何やったっけ？そっか。P A 体験？何体験？P A 体 P A 体験？P a なんで P A って？プロジェクトアドベンチャー。プロジェクトアドベンチャーどんなことするの？つなあたりとか。ああアドベンチャー的な外で楽しかったんだね。ありがとうございます。ユウチロは中学校どこ行くの？ 小小中中です小田中学校じゃあ今度逆に6年生の裕一郎から5年生以下後輩たちにメッセージお願いしますバスケ頑張ってくださいそうだよなバスケット頑張ってほしいと思います続いて比嘉希人はいはい真希人はどう <laughs> 6年間あっという間だったよねはい、うん、バスケット勉強どっちも頑張った 頑張りましたなるほど、バスケはこれまで、今、そうだ、聞いてなかったね、バスケットで、えー、どのくらいの記録、印象に残った大会、記録、最高の記録はどこまで行ったの、マケットがいるときは。例えば、どこどこの大会で優勝とかさ、優勝はまだないか、ない、2回ある、2回あるって言ってる監督、あ2回戦、2回戦か、回戦何の2回戦、何の回戦まあ、い,いやそれは。<laughs> 6年生はもうこれからも試合ないのかなさよなら大会というのがあるんだね<あ>そかじゃあマキとさよなら大会に向けて抱負、目標を1つ言っとけ、言っとけまずまずまず <laughs> いや無理とかじゃなくて言ったほうがいいって。えー意味 焦って意味が分かってない、うん、<laughs> とさよなら大会も頑張りたいはい頑張ってください <laughs> ありがとう <laughs> さあ続いて春くんは,るはいは春くん五年生、はいはい、どうですか先輩たちがもう卒業して今度は一番上の六年生になりますけれども六年生になってやっとかないといけないこと目標にしてることを教えてくださいバスケでいいよバスケで <laughs> 今聞いたら二回戦までしか行ってないって聞いたよということは目標なんだ 優勝優優勝勝 <laughs> そうだよね <laughs> 優勝目指して3回戦以上ね進んでくださいねはいそんなはるくんえー、っとねはるくんはねこれ結構みんな何名かいたなあ他にもい,あいないかなはるくんは清水翔太と加藤ミリアの「フォーエバー」いう曲が大好きなんだねはいそうだよねこれあるあこれ探してください是非よろしくお願いしますさあ続いてゆうじくん <laughs> はい、じゃあ今度はねゆうじくんからはちょっとこれ聞いとかないといけないこれみんなにまた質問するからねえー、っとねもちろんみんなバスケットだからバスケットが大好きだと思うんですけれども将来やってみたいこと教えてください目標いいよ何でもダンクダンクお,お具体的ですねあ 確かにダンクは僕もいつかやってみたい <laughs> <laughs> いいですねいいですねダンクそのダンクをどんなところでやっときたいアメ,リカアメリカでダンクを決めたいそんなユジ君に皆さん大きな拍手をお願いいたしますぜひ実現させてくださいじゃあ続いて今度は逆に行ってまたはるくんに行きましょうハル将来やってみたいこと将来の目標夢いっぱいあるよね教えてください ほら自分で書いてあったよたくさん <laughs> はい全部言っていいよまずは全部全部だってあなたが書いたんでしょこれ全部はるくんがまずやっときたいことまず一つ目は何読んでいいんだよ全部読んでいいんだようん全部いいんだよまず一つ教えて。 料理人あれ？そっちから行ったんだ。オッケー料理人料理人。これはもうコックさんとかシェフとか。まあそういうことだと思うんだけども、なんでやりたいと思ったの。うんお父さんの料理がめっちゃ美味しい。なるほど、嬉しいですね。お父さんの料理がめっちゃ美味しい。今日料理お父さん今日いら,い,らいらしてる。あやろお父さん料理に最高ありがとうございます。何て書いてる？これ楽し,、えー、楽しんでね。<laughs> お父さん評金だね。<laughs> そして他にもあるよ。他に何て書いてる？うん と N 選手大工,大工すごいね大工もできて料理もできてそして最終的には NBA の選手すごいですねこれはもうどの世界でも食いっぱぐれないですよ <laughs> 大工っていうのは何何の影響これもお父さんお父さんが大好きなんだね大好きなお父さんに一言メッセージをお願いしますいいよなんでも。 僕をこんなに育ててくれてありがとうはい、ありがとうございます時間ないからね、もう僕は半分言っちゃいますはい、続いてゆういちろくんゆういちろあ、まきとがごめん、まきとだごめんごめん、まきとの将来の夢、目標教えてくださいいしょですいしょすごいですね、はっきり言ってもう一度、せーの渋い声で 近医者です。ありがとうございます。なんでお医者さんになりたいと思ったんですか。人の人の役に立ち命を助けたりする。すごいですね。<laughs> お医者さんになるためにはどうしたらいいんでしょうか。たくさん勉強して、はい、医学部とかに行きます。なるほど。まあもちろん勉強するためにも体力も必要だからバスケットも頑張ってくださいね。引き続きはい、はい、ありがとうございます。牧徳君に大きな拍手お願いします。イエイ,エイ。 さぁ続いてゆう一郎くんはい将来の夢夢、やってみたいこと夢うん警察官です警察官なんで警察官になりたいと思ったの、えー、地域の人守れるからですかっこいいななんかね僕になんか見えるよゆう一郎くんが警戒になってる姿を警戒になるためには何を勉強したらいいんでしょうか <laughs> いろんなこと勉強しないといけないよね、まあ、まず柔道を習っておぉ そして、からのからの語学を勉強します語学、あそうだねいろんなこと頑張ってくださいね,ねいやでもね、そうだよねだって沖縄 C なんか特にさ英語も喋れた方がいいはずだからね沖縄なんか特にね頑張ってください続いて、えー、次はカイトはい、えー、カイト、は、え、い、ー、<laughs> カイト、は、え、い、ー、<laughs> カイトの将来の夢何 <laughs> 答えていいよ、はい、どうぞ NBA で,で NBA で活躍すること、ですすげな NBA で活躍すること NBA で活躍するためにはどうしたらいいダンクしまくる。ダンクしまくってください、<laughs> カイ<エ>ト。<laughs> でも、清之助から習ったことはない。<laughs> <laughs> そんなことないだろう。<laughs> はい、カイト、ありがとう。続いて、夏木。夏木、将来やってみたいこと。NBA 選手やっぱりそうだよな。NBA 選手になるためにはどうしたらいい <laughs> まずは、もっと上手くなる そうだよね、もっと上手くなったら2回戦以上いけるかな余裕余裕できるな本当かなぜひ頑張ってくださいありがとうさあ続いて清之助将来の夢はもちろん NBA 選手です頑張ってくださいダンク決めまくりますかはいいいですねこれから何をしないといけないじゃスリーポイントの練習ああ、そっかいろんな練習あるよねダンクじゃないんだねそこはね面白いですねダンクもできてスリーポイントも決めてください清之助ありがとうさあ続いて後期はい コウキ元気はい後期の将来の夢やってみたいこと NBA 選手 NBA 選手やっぱそうなんだなちなみに NBA ってどこでやってんのアメリカおよく知ってんねじゃあアメリカに行くためには英語も勉強しないとじゃないおうなんか自分の名前英語で言ってみて自己紹介はいそうそう My name is 何ちゃんと言ってちゃんと言って後期 <laughs> はい マイイネームイズコーキーナクもう完全にアメリカ行けますよあなた <laughs> 頑張ってくださいさあ最後です向井信文くんはい信文くんの将来の夢目標を教えてくださいプロバスケットボール選手ねえすごいですね <laughs> 中学もどこ行くんだっけ小座中学校です小座中学校もちろん引き続きバスケットやるよねはい NBA の選手かすごいなキングスの選手になりたい人いないのかいキングスにも行けたら行きたいよね はい、キングス、今強いぜねえあ。NBA じゃない、沖縄市の。ね、でも、目標は高ければ高いほどいいからね、ぜひ頑張ってください。はいそれでは、ここまで男子チームといろいろ詠んだくさせていただきました、どうもありがとう。では、ですね先ほどリクエストあったかなありましたか、ありがとうございます。じゃあねさっっきリクエストくれたのはえー、っとある、ね どここ行った春あーこったあちか、ごめんごめめんん。春のあ、せっかくだからさ、ハルが曲紹介してそ<え>そうそう、書いてあるの言えばいいだけだから、<laughs> そしたら曲流れるから。<laughs> じゃあら、はい、えー、じゃあですね、ハル君からのリクエストナンバーはこの曲だ。曲紹介どうぞ。清水翔太加藤ミリアの「フォーエバー」。フォーエバー、オーライ、どうぞ。 さあ時刻は7時41分になりました FM 講座のスタジオから今日も生放送でお送りしておりますわらびんちゃ応援ラジオ PTA パーっと楽しく IA な本日は中沼小学校のミニバスケット部が出演していただいておりますよ後半は女子のチームがやってきました皆さんこんばんはこんばんばははいじゃあ一人一人自己紹介お願いしますどうぞ6年白間いちかですいちかさんよろしくねそして 六年一年アイラです。アイラさん、そして六年五やりのあです。リノアさん。六年トカズルカレ。ルカさん、そして五年ひがココアです。ココアさん、そして五年西駅のです。機能さん、はい、そして五年と口なるです。なるさん、そして五年テルヤジュリです。はい、ジュリさん、ジュリさんお顔見せて、<laughs> オッケーありがとうございます。じゃあまずは一加さんから聞きたいと思いますけども、あ待ってよ、ちょっと待って、この中で、ま。 6年でキャプテンっていうのはなるほどわかりましたそこだけ確認させてくださいねじゃあいちかさんからまず聞いていきますいちかさん元気はい学校で今まさに頑張ってるのは何ですか卒業式で歌を歌うことです卒業式で歌う歌ね <laughs> ちなみに卒業式は3月何日か覚えてる 二十二です。二十二三月二十二日に卒業式で何歌うの？ゆい<何>って曲です。あーって知らない誰の曲？わ <laughs> かんない。わ <laughs> か,かりません。あでもいい曲なんだ。<laughs> はい、卒業式これじゃあみんなで歌う練習していのね。バスケットだよね。みんなね。はい、バスケット部だったんだよね。はい <laughs> はい。はい、いちかに聴いてるんだよ俺よろしくよ。中学はどこに行くの？<laughs> 山内中学校に行ってもバスケットは分からないです分からないかでもバスケットやってて楽しかったこといっぱいあるよねはいバスケットやっててこの今6年生ですけどもいちかさんは一番印象に残ってるバスケットやってた時の思い出何ですかどんな瞬間あの瞬間この瞬間試合の瞬間とか練習の時とかなんかあるでしょああ <laughs>、うん、はい考えて そう記憶に残ってるやつこれは一生忘れねえなっていうようなことですよおでんパーティーです <laughs> おでんパーティー <laughs> あバスケットのメンバーと試合じゃなくって練習じゃなくっておでんパーティーあ,、はい、ありがとうございますおでん美味しかったですか <laughs> あ、はいはい、ね、美味しかった。ですね、うん、女子らしくていいよね、一からもありがとう。さあ、続いて知念愛良さん。はい。さあ、愛良さんにも聞きたいと思います。今学校で頑張ってること、何?。文集です。あ、そっか、卒業記念とかで作るやつだ。はい。そうなんだね、文集どううまくかけてる?。はい。あ、前と喋ってもね。はい。はい。ええー、愛良は学校で楽しいこと、何ですか、それは。 休み時間と給食時間です、うん。わお、やっぱり女子は食べることが大好き。<laughs> そんなアイラさん、この六年間食べてきた給食の中でナンバーワンの給食メニューは何？揚げパン。やっぱ揚げパン最強なんだね。い,いいですね。じゃあもう一度アイラさんにも聞くけど、バスケットミニバスケットをやっていてもうこれ一生忘れらんねえなっていう思い出を一つ教えてください。 マイクでしゃべって,べって <laughs> 4年生の時に,年生の時に初めて出た試合で初めて出た試合その時はシュート決めた,決めた覚えてるそれ、はい、いやいいですねそういうことだよどおでんの話じゃないよ <laughs> なんつってでも最高ですありがとうアイラさんありがとう続いてリノアさん、はい、キャプテン さあ、ミニバスケット、これまでの試合のことや練習のことやいろいろありますけれども。振り返って、見ていかがですか。<laughs> きつい練習もたくさんあったけど、うん、楽しかったです。そっか、女子ももちろんさよなら大会っていうのがあるのかな。はい、はい、その時はどんくらいの結果を残したいですか。もちろん。二勝できるように頑張りたいです。二 <laughs> 勝できる、優勝できるといいね。はい、はい、リノアさんに、じゃあね、監督コーチ、今日いるよね。 メッセージお願いします最後の大会に向けてさよなら大会に向けて一言最後の大会は、うん、練習でやってきたことを全部できるように頑張りたいです OK キャプテンに大きな拍手をお願いいたします <laughs> はい続いて糸数ルカスさんはいルカさん今学校で頑張ってること何宿題ですわお宿題毎日ある宿題ってねはいえー、宿題頑張ってる今日は頑張りノートやった、はい まだやってないです6年生だと何ページぐらいやるんだっけ 2>, ?2 ページ。今日はどんなこと書くの頑張りの音。バスケットの書くこと書くそれともあれだ今日のラジオのことちょこっと書いたら、はいね、ぜひ書いいてくださいね、はいはい、ありがとうルカさんにとってこの6年間印象に残ってるまあ6年間のトータルねいろんなことがあったと思いますバスケット以外でもどんなことが印象に残ってますか思い出の。 1> 1ページ教えてください修修学学旅旅行行ですお修学旅行どこ行ったか覚えてるさっき出してさどこ行ったか忘れたけど修学旅行っていう人がいましたけどた名護に行った名護でどんなことしたの PA 体験あこれもさっきと一緒だこれ相当面白かったんだね、えー、これは何家族でもその後行ったりとかしたま行ってないで,すでもまたみんなで行きたいぐらい楽しかった <laughs> <laughs> そこはうんだろ うんうん <laughs> ありがとうございます <laughs> さあルカさんの次はココアさんココアさんはいココアさんはなんでココアなの <laughs> なんでココアって名前なのわかりませんあおお父さんお母さんに聞いたことないの <laughs> うんあ,ありますありますなんて言ってた<え> <laughs> ココアココア アですココアはなんでお父さん <laughs> お母さんなんでコ,コアってつけたのかな,なんか平和の和だから、うん、平和の和心が平和の和になってほしいから、うん、優しい人になってほしいとかそういう意味なんだろうね、はい、さあそんな優しいココアさん今学校で頑張ってること何宿題,宿題みんな宿題宿題大変、はい、あ学校の先生にそういう時は何て言うの担任の先生に、うん、ちょっと減らしてって。 言ったりする <laughs> そっかでも頑張ってるんだねちゃんとねはいそんな今5年生のココアさん,ココアさん6年生の先輩に一言メッセージお願いします <laughs> うんいいよ簡単に一言でうんあと少し、うん、だけどバ、うん、スき一緒に頑張りましょう 素晴らしい嬉しいですねココアさんありがとうございましたさあ続いて木野さん木野、はい、さんも五年生木野、はい、さんは五年生ということなんですけれども学校で楽しいことバスケ以外で何うん休み時間休み時間何するの女子は五年生の女子休み時間何するのまさか鬼ごっこじゃないでしょうね鬼ごっこ鬼ごっこする男子は鬼ごっこするって言ってたよ。 女子もやるの、うん、仲良しだね <laughs> <laughs> 男子も一緒にやるの <laughs> 女子だけで鬼ごっこするの <laughs>、はい、そうなんだいいですねそんな木野さん6年生がいよいよ卒業します5年生はもちろん6年生になるわけですけれども6年生になったミニバスケットのチームでどんな目標を掲げて頑張りましょうかみんなをうん、みんなを まとめて自分もくなるようみんなをまとめて自分もうまくなるように、えー、頑張ってくださいねはいありがとう拍手 <laughs> はい続いて戸口なるさんはいるさんは好きな曲は何ですか <laughs> 何ですか好きな曲はあなた自分で書いたよね エキセントリック。エキセントリック、これ誰の曲ですか。誰の曲?。誰の曲これ?。キラキ。キラキ。キラキ。キキ <laughs> すいません。うん。あの、別の質問にしたいと思います。バスケット、いよいよ、一番上の六年生になりますけれども。え六、ー、年生になっても、コーチは。教える人は一緒なのかな、来年も。わかりません。一緒かりません。一緒ってよ、ほら、後ろ見てごらん。やるってよ。 誰かわかる？今、うん、誰ですか？<ミ>誰ですか？お母さん。お母さんが来年しっかりコーチしてくれるんだね。嬉しいですね。徳市なるさん。どうですか？お母さんが教えるバスケットって。楽しくやれそう。はい。はい、頑張ってください照れ。照れるよね。やっぱりね、近くにいたらね。じゃあ最後にジョリさん。<laughs> 樹さんも5年生です、はい、6年生の、はい、一番上先輩になったらどんな選手になりたいですかシュートがいっぱい入る選手シュートがいいっぱ入る選手なるためにはどうしたらいいんでしょうか練習する練習してくださいね頑張ってねはい、はい、ありがとうじゃああらかじめねえっ、ー、と皆さんにいろいろ考えていただいた将来の夢しっかり書いてくれてる子にとりあえずしっかり聞いてみようかなルカさん 伊藤和ルカさんマイク持ってルカさんは将来やってみたいことは何料理人です料理人なんで料理人になりたいと思ったの料理作るのが好きだからですおこれは誰かの影響かなお父さんお母さんあい,いえお違うんだ何の影響作ってみたら楽しかったからですあいいですね一番作って楽しくて美味しくできた料理は何卵焼きです卵焼き,卵焼き美味しく作れたら最高ですよこれ ももっともっとといろんなタイプの卵焼きがあると思うので研究してくださいね。はい、いつか僕にも食べさせてください。いいえ。いいえ <laughs> 断られちゃった。ぜひいつかね、えー、何かお店とかできるといいね。はい、はい、頑張ってください。もう一人ね、しっかり書いてきてくれてるのは知念アイラさん。はい、アイラさん、将来やってみたいこと何パティシエです。パティシエということはケーキを作るのが マークで喋って好き好き,だよ、ね、いや好きって僕に聞かれても分かんないよ。好きなんだよね <laughs> 作ったことない。あ作ったことない食べるのが好き。ありがとうございます。皆さん、それぞれ、ね、将来やってみたいこと今考えてるとかねと、えー、いう子がたくさんいますけれどもぜひ皆さん、中にはあ来年6年生、そして中には来年中学生ということでいろんなこう、ね、新しいスタートラインに立つと思いますけれども。 いろいろこう考えることあると思います、えー、学校の先生のことだったりね、えー、お父さんお母さんとね、えー、学校生活これからも中学時代もね楽しんでできるようにみんな頑張ってくださいねはい,はいありがとうございましたお別れナンバーこれはねじゃあせっかくなんでキャプテン、はい、キャプテンもこの曲リクエストしたっけ <laughs> そうだよねリノアさん,リノアさんマイク持って はい、これ誰が歌ってるか知ってるよね知ってるよねはい、いいよはい曲,曲えはい、リクエスト曲どうぞなんとかで、なんとか ケキ坂でエキセントリックを聞きながらお別れしたいいと思います <laughs> はい、えー、ぜひ皆さんこれからも学校生活頑張ってくださいね。はい、ありがとうございました。ヒーローにも今日はありがとうね。ありがとうございました。 はい、中山小学校 PTA の皆さん関係者の皆さんありがとうございましたはい来週のこの時間はまだ決まってないでもどっかね必ず来ますので来週も楽しみにしていてください、えー、この番組「わらびんちゃ応援ラジオ PTA パートと楽しくあいえいえな」この番組は沖縄市 PTA 連合会の提供で1時間生放送でお送りいたしました <laughs> 来週もぜひ聞いてくださいそれではみんなで「僕はせーの」っつったら「さようなら」って元気よく言ってくださいね、はい、ここ合わせてよ頼むよ いきますよせーのさようならはいまた来週